今日はね、ハンバーガー作ります。で、ハンバーガーって言っても、いわゆる皆さん、外で食べてらっしゃる、あれじゃなくて、家で作る場合は熱々なんですよ。熱々がご馳走になるのかな？家で作った甲斐があったなって思わせるようなバターロールを買ってきていただいて、その間にハンバーグを挟んで熱々を食べるというね、それやってみたいと思います。はい。あ、手洗いますわ。ね。やっぱりこのご時世ですからね。手洗ってね、綺麗にしとかないと、ほんまに、失礼や。これ便利よね。キッチンペーパータオル。何でも拭けるの。で、ポイッ、ナイスショット。見えなかったでしょう。ここにチリ箱が飛ぶ。ね。素晴らしい。コントロールだね。で、いきます。今、ミンチを、合いびきです。もう入れちゃいますよ。入れちゃいますよ。はい。怖いな、なんか。やっぱりね、カメラあったら、緊張するね。50年やってるけど。料理はね、あんまりやってない。これ、はい、はん、これは、合いびきです。はい。豚と牛のね、合いびき。これちょっと多いですけども、こんな感じ。で、まあ皆さんよくハンバーグを作られるから、今更こんなしゃぶれこと言うなと思われるかわかりませんけど、私の作り方は、まずこう、使用しましてね。絶対入れてもらいたいのが、ナツメグ。これちょっと上等高いやつ。まあ、高いやつじゃなくていいですよ。ちょっと多いなぁ思うぐらい入れてください。うん。このぐらい入れた方が、なんとなく専門家の味になります。胡椒。胡椒も、はい。黒胡椒。いつもよりワンランク高いやつ買ってきました。聞かせてくださいね。で、皆さんどないしてはんねやろ。で、玉ねぎ炒めたりせえへんの。いつももう生で。さっきみじん切りにしまして、こう入れましてね。それでパン粉を、牛乳に浸して入れますや。そんなせえへん。ほんでね、こん、よし。ほか牛乳入れる？ほら、牛乳。ここ入れて若い。はい、こんな重いね。入れてね。で、まあ、卵をどっちでもいいんだけど、今日は入れとこうか。はい。手洗いましたから、手でやらせていただきます。ハンバーグもしばらく作ってないな。やっぱり子育ての時はハンバーグと唐揚げ、鶏の唐揚げ。でもおかげしたことなかったですね。男の子やから。はい、いい感じやね。意外と美味しいんですよ。私はね、煮込みにするんです。なんで煮込むか言うたら、やっぱりこの合いびきミンチっていうのは中まで火を通したい。そういうのがありますから、煮込むと安心なのでね。で、みんなもう、仇みたいに練りますやん。まあ私もこういうことさせてもらいます。うわー、こぼれたわ。嫌な、こんなことをするから。知られないことするとね、こんなことなんで。まあ、でもちょっと、投げつけるようなみたいですよ。もうね、簡単なんですよ。だってね、料理コンテストちゃうから。もう、そうね、今日のバターロール小さいから、こんなもんでいいのかな？入れてないものなかったかな？大丈夫やね。大丈夫やね。あ、火つけよう。まずね、焼き目だけフライパンでつけてください。で、つけまして、それであと煮込みますから、で、一つだけハンバーグのおへそね、真ん中、ちょっとへこましてくださいね。これ膨れてくるから。はぁ、こんなね、上手に。もっと寝るわーっておっしゃると思うんです。もっとギャーっとなりますけど。なやりませんね。と思うんでよろしい。パンに挟んで、そのパンもね、オーブントースターでちょっと熱々にして、こっちも熱いわ。はい、ハンバーグも熱いわっていう感じで、もう、うわうわ言いながら食べてもらいたい。これは家でやるハンバーグのコツですよね。すごいです。はい。ね、こうすると空気が出ますから。真ん中へこましたね。真ん中こうやってへこました。よいしょ。あんまり焼いてもあれやけど、まあちょっとだけ、もう少し焼いとこうか。ね。この誕生会なんかいいですよ、皆さん。ホットプレートで焼いたら、まあ煮込む言いますから、煮込むとね、安心感があるのよ、中まで通ってるっていうね。でそんな仲良いこと煮込みませんよ。3、4分でいいの。これは今何してるかって言ったら、やっぱり焼き目をつけたい。手洗おう。
こうやってね焼き目をつけてください。なんという並べ方でもこれ性格出るね。ざっとしたもきれいに並べないから、どれでいこう、こんなもんか、小さいから。一番最初にこの子入ったね。ほらほら、こんなんでいい。ほら、焼き目つけ。中あと煮込むから全然大丈夫。いい焼き加減やね。油も何にもいかないで大丈夫でございますよ。お肉から油出てきますからね。焼き目が違うわなんて思う必要全くございません。両面に焼き目をつけていただいて、まだ肉が残ってますから、追っかけまた焼いて、でこれ焼けたっていうか、もう真ん中まだ生でございます。さあ表面だけお肉は焼き目をつけただけで中は生です。で今から煮込むソース作ります。煮込むソースでもね、まあ簡単なのトマトピューレ、皆さんご存知？これトマトケチャップの横に売ってます。まあ、スーパーによるやろうけど、絶対トマトケチャップの横手で近くにおります。はい。あまりサンマの横とか、サバの横にはいないと思います。トマトピューレずっと使ってるんです。あんまり甘くなくてね、それでいいんですよ。ちょうど今日、そうだね、ちょっと小ぶりになったな、私が使ってた頃と比べたら。でね。こうやってお金を貯めてきました。ね。ゆすいでくださいよ。もったいないね。やらないとね。そしてトマトケチャップがいっぱいいりますわ。はい。うん、目分量でいつもね、怒られるんですけど、まあ、こんなもんやな。はい。で、そしてウスターソース。まあ、好みでね、オイスターソースがいいね言うから入れてもいいし。ただまあ、お願いしたいのは、蜂蜜入れてほしい。蜂蜜。これ疑うのか今の面白かったね。ずーっと、はい、ちょっと甘い方が美味しいからね。はい、蜂蜜で、今日はちょっとお砂糖を入れよう思ったけどやめとこうかな。味見ようかな。味をね、ここで味を見たいわけですよね。味を見る小皿があればお願いいたしたいと思います。ほんでちょっとやっぱ味見とかないとね。はい、ありがとう。でね、懐かしい味がするんだろうな。私も30代、23から母親やってるんですよ。早いでしょ。天才か、私は。今のを入れてこの味になりますか？ねえ、ねえって言ったって皆さん分からへんもんね。でね、先ほど焼きました。はい、ちょっとこれ火がちぎりそうでしょうか。焼きました。まだ中が生ですよ。それを入れるときに一つ入れるでしょう。入れたらソースをかけてほしい。後でかけるのはちょっとしんどくなります。これ何個も入ります。今日は4個しかやってないけどね、もっともっと焼けますよ。ちょっとかけてやってください。一つずつ、ここはちょっと手間ですけどね。後でね、かけようもと大変な、こうやってまぶしてやってください。ほい。でここに油とか残ってたらこれも入れてあげてね。でも今日は残ってない、なぜか。はい、こうやってね、いい色になるでしょ。でこれはあと3つぐらい入りますよね、本来ね。まあ今日は皆さんのご紹介だから4つぐらい。だってソースもったいないもんね。これなんぼでも煮込めますよ。煮込んだ方がミンチとか合いびきはもう安心感があるのと、また美味しいの。はあ、私の経験では。はい、いい感じですよ。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい、焼き目だけ先つけておいて、それで今のピューレのなんだでソースを作って入れてって、でこう今から煮込んでいくわけで、こんな感じですね。うわあ、いい感じでございます。今日の T シャツも素敵でしょ。はい、私です。私が、全然、9人います。気持ち悪いでしょ。でも、もう気に入ってるんですよ。この色合いがね、作られた方のセンスが光ってますよね。ありがたいことだと思います。さあ、蓋します。蓋をして、そんなかからないの。3、4分ですかね。小さな火にしとこうか。はい。こんなもんで3、4分待ってください。中までしっかりと火を通してください。
もう3、4分で煮込まれてます。もう全然 OK なんですけど、バターロールをね、まあどんなバターロールでもいいと思いますけどね、買ってきていただいて、これハム、はい、でね、皆さん絶対やってもらいたいことがあるの。オーブンレンジあります？家になかったら経済電気走って、安いわ、一番安いの1980円ぐらいで売ってんちゃうかな。でそれをパンをちょっと炙ってもらいたいの。ちょっとだけマヨネーズ、はい、挟んでます。パンで、あの食パンだけオーブントースターで焼くんじゃないんですよ。こういうのってもうほんとグロッと変わるから、引いてね、ちょっと引きましょうか、はい、はい、この一手間お願いしたいのか、こうやって、はい、熱々や、今日は3つ今作ろうかな。あ、チン言ってる、あんたチンとあかんの、今から仕事やろ、あおっちゃうか、分かってんのか、はい、入れば、これほんとねふわふわになるだけ、熱くなるだけじゃなくって、パンのクオリティがグワッと上がるんですよ。これ全部やってなくって損したなと思いましたもん。はい、もうちょっとのことなんだけど、で焦がしたらあかんですよ。ここ焦がしたらあかん、ふわふわになります。でやっぱりね、レタスも欲しいのね。ここはここはレタス挟んでもらいたい。ちょっと確かめます。うわー、熱い熱い。だってこれ言うて、あー言うてるうちに焦げるから、ここはもう手きれいに洗ってますから、手でやらせてください。熱い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 、はいはい、チン言え、あチン言うた。よっしゃ、さあここへレタスをちょっと挟ましていただきましたね。ここはちょっと おしゃれにさせてください。レタス挟むと挟まず全然違いますもんね。ほんとあのハンバーガーショップのハンバーグ美味しいな。スイミングスクールへね、3歳から連れて行ってたんですよ。そしたら帰りにマクドナルドを寄る、それが楽しみでね、それで釣ってたんですよ。行こう言って、そうしたら、だからクロール両方泳げます。私が泳げませんね。へえ西尾コーチ、お元気かな、男前でした。西尾覚えてるもんね、すごい。なんだ言うてる場合ちゃう、ごめんなさい。西尾コーチ出来上がってますね、もうこれ本当に 3,4 分で出来上がってるんですけどね。今日はまあ一応3つだから3つ挟みましょうかな。いやー熱々よ、これも熱々、パンも熱々。わあハンバーグでかハンバーグでか、まあいいじゃないですかね。ちょっと待って、今ソースが手のひらに落ちて、熱いね、でも我慢してるんですよ。熱いよ今これね、ソースここ落ちて、うわ水路あってくれてよかったけど我慢してるんですよ。我慢して、いや悲鳴上げてますよ、ね、挟んでいただいて、これね、あのバターロールね、今日ちょっと小さいんです。あのスーパーで買ってきたバターロールなんでね、まあ、小さいんですけどね、まあ、トンクで焼いてるパン屋さん、あそこのバターロールはもうちょっと大きいかな、そのぐらいの方がいいのかもわからない。まあ、ちょっとだけ盛り付けさせてもらおうか、形のいいのをね、形も何も、ハンバーグが飛び出てるところがまた豪華でよろしいね。中にこれね、もうこの今日の一番、まあ、熱々ってこと、熱いっていうのが命。はあ、盛り付け下手くそやね、まあいいか、こんな感じでございます。で食べます。ちょっと量があるんですか、熱いね、パンも熱い。なナツメグ絶対いりますね。あ、これ高級レストラン、悪いけど高級レストランのハンバーグ。
甘い。熱いけど美味しい。私は決めてるんです。ハンバーガーの時はコーラ、アイスコーヒーじゃないのね。炭酸がいいんです。いや炭酸でもまたコーラがいい。100点。悪いけども、そら、ハンバーガーショップ美味しいに決まってますけど、家でやってこんな熱々を、ものすごい肉の感触も、いっぱいあるし、肉汁いっぱい出てくるし、こんな美味しいことないです。あ、夏休み、これされたらどうですか？お子さんに絶対喜ぶと思いますよ。ああ、合いびきやすいしね。いや、豚のミンチでもいいですわ。あ、炭酸こんばんは。やっぱ炭酸もう嬉しい。うわあ、私は懐かしいな。若返ります。若い時に作ってたから。やってみて。